全国切符をかけた静岡県高校総体サッカーは25日に準々決勝、26日に準決勝が行われる。注目は藤あずま、東部7位、だ。2回戦で格上の藤枝名誠、プリンスリーグ、3回戦では袋井、西部4位、を倒し、1984年以来40年ぶりに八つよ入りした。 DF 富永優太首相3年を中心に固い守りで精霊クリストファー西部2位に挑戦初のベスト4そして決勝進出を目指す東部7位からの下克上サッカー部の快進撃に藤あずまが湧いている廊下を歩いていたらみんなにおめでとうって言われましたと富永首相 校門には40年ぶり兼ベスト8を伝える新聞部の東京タイムズが掲示された。快挙を支えるのは2000連続無失点という粘り強い守備だ。袋井200には4対6名声100には1対9の割合でボールを保持されたが諦めない。全員が集中力を切らさず体を張って守り、 チャンスを逃がさなかったセンターバックを務める主将のリーダーシップも大きい1年夏からレギュラーを務めておりグラウンドにも一番早く来て練習を準備苦しい時には大声を出して盛り上げることを意識しています増田博監督50も精神的にも強いグラウンドでの監督あいつのチームですと信頼する 仲間の声援も聞いた。18日の3回戦には、グラウンドを共有する陸上部や、バドミントン部の有志約30人が応援に駆けつけて、背中を押してくれたのだ。25、26日は両部も県大会があるので来られない。決勝まで進んで、エコパに来てもらえればと首相は闘志を覗かせた。そのためにも、まずは精霊に勝つ。 180センチの長身を生かしたポストプレーで攻撃を引っ張り、今大会2得点の FW 大倉匠3年はワクワクします。1点取りたい、明生に勝った時は嬉しくて泣きました。その感激をもう一度味わう、チーム一丸で4強入りを果たして、歴史を作る、里見雄二、明生戦で貴重なゴールを挙げたのは、 背番号18の1年生 FW 花井孝太郎。後半途中からピッチに立って、クロスのこぼれ球を押し込んだ。あれが高校での公式戦初得点でした。信じられなかった、チームの8強進出に、クラスメートからも、すごいねと祝福された。次の精霊戦でもゴールに関わるプレーがしたいと燃えている。 見どころ大会2連覇を目指す静岡学園は、19日までプレミアリーグがあったため準々決勝から登場し、時は大立花、中部2位の挑戦を受ける。プレミアでは開幕5連敗を喫したものの、直近2試合は1勝1分けと安定してきている。プリンスリーグ東海で首位を走る藤枝東は、2011得点と好調。 テントリアのエース FW 湯山大輔3年に注目だ。対する岩田東西部1位も3回戦では東海大静岡商用中部1位25対1で大勝。勢いに乗っているまた新人戦4強の浜松開誠館は同じプリンス組の富士市立と対戦する。 女子は4強女子サッカーの県高校総体は準決勝が25日に藤枝順信高で行われ、10時から藤枝順心と岩田東、12時から東海大静岡商用と時は大立花が対戦する。決勝は6月2日にエコパで10時から行われ、優勝校が全国切符をかけた東海総体に進む。